午後ございます。8日のニューヨーク株式市場は、格付け会社が一部の中堅中小銀行を格下げしたことで金融株に売りが広がりました。ダウ、ナスダック、S&P500 は揃って反落しました。ダウの下落幅は一時450ドルを超えました。格下げの対象には含まれない JP モルガンチェイスやゴールドマンサックスも売られ、地銀株の動きを示す KBW 地銀株指数は一時4%を超えて下落しました。 ナスダックは終日マイナス圏で推移中国の貿易統計で輸出輸入ともに大幅な減少が確認されたことも株価の重しとなりましたセクター別では金融や素材が下落した一方ヘルスケアが上昇しましたアメリカの製薬大手イーライリリーが発表した決算は85%を超える大幅な増益となりました2023年通期の業績見通しも引き上げています 株価は一時18%以上上昇し上場来高値を更新しました。